はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、カルチャービートアーをやっていきたいと思います。さてですね、今回は公式戦はまだ一周あるということで、N1 にどこまで通用するかということで、練習試合をやっていきたいと思います。相手は、N11 キャピタル東京です。もちろん勝てるとは全然思ってないんですが、勝てるとは思ってないんですが、まあそのこのメンバーという、まあ、今の戦力でどこまでやれるか、まあ今は戦力かつですね、イエローカードを持っている選手をここへ出したいと思います。なぜか、イエローカードをもう一度食らってくれたら、まあ試合の出場ができなくなるんですが、それをちょっと公式戦でやられると困ります。やっぱり公式戦じゃなくって練習試合でやれればそんなに問題はないんですが、というわけでイエローカードだらけにしたいと思います。ただくるみはちょっと疲労が溜まってるんで、ここでは出せません。イエローカード溜まってるな。ナビも考えてみましょう。羽生田を上げて、カルビは待機させるかな。美穂を使ってみますかね。で、福山に変えてカルベ。ちょっと綾香が疲れてるか、藤原に変えよう。ディフェンダーがちょっと多すぎるな。サツキを上げましょう。ディフェンダーの代わり、千歳あたりの代わりかな。どうだろう。代わりが、フォワード1人、ミッドフィルダー2人、ちょっと疲労しやすいディフェンダーが3人。まあ、ディフェンダーは、ミッドフィルダーを代わりをすればいいとして、はい、広岡を、キーパーは広岡で行ってみます。戦術はもちろん攻撃的なんですが、ちょっとゾーンが広すぎる感じはありますね。ああ、そうか、そういうことか。ちょっとゾーンを下げてみよう。下げる方向で、イゴールをマーク。開封も強いな。まあ、前の選手、結構、キャピタル東京、攻撃的に寄ってる布陣なんで、ボールを渡さないようなマークをしたいと思います。またマークをすることでイエローカードがつく可能性も高いですからね。まあ、そうなると結構どこまでやれるかっていうより、イエローカードをつけさせて、おい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 。公式戦を戦いやすくするという方がいいんだろうか。まあ、ついてない選手がつく可能性の方がありそうだけど。おっと、今の良かったよな、かなり。さあ、7個。うん。あっさり捉えましたね。まあ、スタミナ差が出てくると思います、後半になると。そこへどこまで頑張れるか。スマッシュをやって消耗を抑えてほしいですね。
そう、やっぱりそういうところを求められますから、出なかった。うまくバックパス。あ、うまいですね、パス回し。チャンス、緑。あーっと、鉄壁だキーパー。おっと、羽生だ。ここまでは頑張ってます。出ますね、これは。さあ、こちらがボールです。さあ、と、まあ、そんなに簡単じゃない。やっぱ守りも強いですね。おっと、何やってんだ？何やってんだ？何やってんだ？いや、動けよ。っていう感じですね。誰だ？カルベか、ミホか？ミホか、ナナコ、菊池。チャンス！あーっと、やっぱり強いなぁ。あと、ロングシュート結構積極的に打ってくるチームですよね。出るかな？出ない。おっと、センタリング、緑。この辺の確率性が緑。拾った？もう一度緑へ。マドカが来ている。さあ。パス回し自体はいいんですよね。データがないだけで。おっと、待ってた。さあ、さすがだな。さすがだな。簡単に決められました。いや、イゴールすげえや。これが N1 の決定力なのかな。はい、前半終了です。あ、そうか。練習試合だから、前半しかないんだ。これがすごいもったいなかったですね。それ以外はパス回しとか、うまく決まってたとは思うんですが、本当にこれだけはもったいない。ちょっと菊池がうまく拾ったね、チャンスだと思ったんだけど、やっぱり。はい、くるみが、疲れてるんで、出せなかったっていうのは、響いたかもしれないです。このイゴール見事すぎた。ひな形も？このボールすごいな。まあ、なんせ、これが N1 の力っていうとこですかね。ただ、ボール支配率 66% なんですよね。シュートも、こちらの方が多い。課題もすごい多いな。やっぱり、イゴールの決定力っていうのは すごかったですね。さあ、課題が4つ追加されました。はい。では、補強の要請、そろそろ補強の時期終わるんじゃないかな？安い女子選手があればいいんですが、なかなか女子選手出てきないですからね。やっぱりなかったか、女子選手。さてですね、次は岡山ピーターローズ戦です。初戦から見てると、0-5 で完敗してる。ただ2回目は、その0-5で完敗してる、すがし、そう。そう、逆襲のきっかけになったんですよね。3点取られて、あ、これダメかなと思ったら、
一気に点を取って逆転して勝ったというゲームで、それ以来一回も負けてません、公式戦では。なので今のピーターローズにその強さを見せつけられる可能性はあると思います。まあ2位ということなので、勝てればまあひょっとして2位はあるのかなと。まあN1 を狙うのは3年目って決めてるんで、まあすぐに上がっちゃうと年俸の上下とか予算が結構上下しちゃう可能性があるんで、ここは着実に力を、安い年俸のままで着実に力を積み上げて、かつ支持率も高いままで、上に上がって地固めをして上に上がっていきたいと思います。はい、というわけで、この動画ここまでとなります。ゲーム動画で行こうでは、チャンネル登録者数を増やしたいと思っております。はい、動画タイトルの右側にチャンネル登録者数が書いてあるところがあります。そちらボタンになっておりますので、そちらを押していただければチャンネル登録できますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。ブログやツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。また最後に20秒で、関連動画プレイリストへの、リンクも表示されますので、はい、そちらお時間ありましたら見ていただければ嬉しいです。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。